冬キャンプでは竹井バーナー、パープルストーブっていうんですかね、が大活躍します。今回はそんな感じの動画になっています。じゃーん。今回は登山ではありません。年末年始、雑用の合間を縫ってキャンプに行ってみました。まずはグランドシートを敷いて、その上に荷物をばらして乗せていきます。キャンプの時は荷物がやたら多いので、しょいこを使用してます。止めるゴムバンドは、100均で売ってた自転車の荷台にくくりつける伸びるゴムのやつを使ってます。かなりいいです。山岳テントを持ってる人なら分かってもらえると思うんですけど、そこらのキャンプなんてもんだと、もう適当で大丈夫なんですね。なのでワンタッチテントを愛用してます。結局これが一番楽です。1分で設営完了ですので。このローチェアかなり優秀で、重さが 500g しかありません。ヘリノックスと同じかもうちょっと軽いぐらいで、で値段は3分の1です。いやないので、ちょっと手間取ってるのはご愛嬌です。Yeah.
インナーのタイツとシャツ、雪山用のものを使ってればまあ余裕で過ごせます。太陽があるうちはかなり楽しく過ごせていると思います。酒飲む人は分かってくれると思うんですけど、結構焚き火と酒が相性が悪くて、というかいい反面悪い反面、火事とか燃えてたりしても泥酔してると気づかないんですね。なので酔う前になるべく整える必要があると思います。ダイソーで買った300円でできる焚き火セットです。詳しくは別の動画を参照してみてください。お願いします。火を見たいだけなので、慣れてくるとこんなもんで必要十分です。これ以上は時間かかってひどく手間がかかるので、このくらいの焚き火台が私にはジャストのサイズです。その辺に枯れ木、木の枝結構落ちてるんですけど、今回は近所の神社で杉の木の乾いた枯れ枝を拾ってきました。やっぱ杉ヒノキはやたらよく燃えますね。あの葉っぱも持ってきたんで、火付け役としても役立ちます。この竹イバーナあるあるなんですけど、最初のこのピストンから余熱して火がつくまで、最初のうちはやっぱり楽しいんですけど、だんだんね飽きてきて、どうすれば楽につけられるかっていうのをいろいろ探ることになると思います。ここは豪快にバーナーで炙って時短で攻めてみます。さあ行ってみます。どうでしょう。Okay. What? やばい。 QP クッキングでやってたナスの焼き方です。あれ NHK かな。片側2分、裏側2分、側面が1分1分で、かなりうまいナスができます。ただ焼くだけです。食べるときは
こいつをかけていただきます。ちょっとうまく取れてないんですけど、これ食べればわかるけどかなりうまいです。登山でもキャンプでもやっぱり同じなんですけど、冬場は夜が結構きつくて、もう長いんですよね。夕暮れ早くて日の出が遅い。下手すると12時間ぐらい真っ暗の中で過ごさなきゃいけなくて、特にキャンプ、目的ないのですっごい暇です。だいたい寝袋の中でスマホいじるっていう、なんかつまんない感じになっちゃいます。